どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、クダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、クダさん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回ムヒョトの王子のこちらです、うん、じゃん。好きな魔法律、魔法律師、死者一個死いらないんですよね。師匠の死が魔法律師の方。はい、魔法律師者、好きな魔法律師者。師者ね、まあ師者もね、いっぱい出てきたんで。いや、そうなんですよね、はい、こういうのも多いですしね。まあ人間じゃないっぽいやつも多いからね。確かに、はい、こちらをね、出していきましょう。はい、じゃあ僕の第3位、はい、こちら有利。はい、僕も有利です。あ、有利ですかまあね、こいつ一番出てきましたからね。確かにね、うん、一番戦ってたからね、うん、なんかこう、なんでしょうね、こういうやついますよね。なんか、最強キャラじゃないけど、うん、主人公がよく使うみたいな、ね、気に入ってるみたいなね、ま、遊戯王でいうところの、なんかマジシャンみたいなねあいつめちゃくちゃ出てきますから、はい、まあ、確かに気に入っちゃったんだろうね、うん、まあ、この格闘系っていうのもいいですよね、うん、有利は。もうこいつはもう、うん、しかも最強系ぐらいのやつと渡り合えますからね。そうね、あれこそ、あれは魔王じゃないか。あいつは冥王。冥王か、はい、冥王と戦って契約するとかね、はい、うん、やっぱりね、うん、まあ、4賢者の一人でしたけどね。4賢者でしたっけ。はい、最終的には3賢者になってましたけど1人いなくなってましたか。なんかね、そこら辺がね、はい、意外と全部出してくれないんですよね。だから全然続きいけるんですけどね。まあね、出てない。魔界の六王とかも全部は出てないですよね。ドイツが六王かもわかんないんだよね。わかんないんですよね。うん、有利なところですね。で、僕の第2位ですね、はい。第2位はこちら。マカミキュラ。キュラね。キュラ。うん、キュラキュラ。はい、うん、あいつも、まあ、強い方ってことだよね。そうですね。で、結構上級。だって、うん、ペイジが。そうですよね、呼び出したわけですから、はい、うん、でね、現世にずっと残っちゃうっていうね、うん、血を吸い続ける銀次のね、銀次の、うん、なんかそこら辺がいい関係になってるっていうのもなんか、はい、やっぱ人間らしくていいですね。まあね、うん、最初ただのね、馬車、ね、乗ってるやつだけかと、馬車の運転手かと思ってた。牛車ね、うん、牛車、牛ですよね。あれ、そうか、牛か、うん、そう、運ぶだけのやつだったんだけど、なんか、はい、意外と聞き分けもいいですし、うん、気に入られちゃって、うん、地球に、地球っていうか現世で、ね、観光でずっと滞在してるっていう普通にだって途中から私服着てましたもんね。そうですね私服っていうのか分かりませんけど、うん、かわいいです。はい、私こちらです。はい、冥府界の王子パケロ。パケロ、はい、これゴリオ、ゴリオの、うん、はい、ゴリオが呼びそうにない感じが良かったですよね、はい、まあ確かにこの、うん、なんつうんだストレートっていうか、うん、王道ではない感じ、ね、はい、うん、ゴリオだったらもっとなんかね、かっこいいっていうか、なんかこう、うん、竜みたいな呼びそうでしたけど、はい、確かに竜みたいなのなんかね、はい、そのサンリオのキャラみたいなのが出てきた。サンリオのキャラみたいな、はい、そんなケロケロケロッピみたいなのあね、はい、ただこいつすごい強いっすよね。強い、なんかひょうひょうとしてるけどね、うん、だからこいつもさ、王の一人なんじゃない、このこいつの親父。確かに違うの、冥府、パキュロの、冥府界の王、パキュロの親父出てきそうでしたけどね、うん、そこも六王の一人っぽいけどね。そこら辺なんか辞書みたいななってないのかな。いやでも絶対こういう先生の場合だったら全部まとめてそうだけどね。なんかね、うん、うん、はい、そういう裏設定みたいな面白そうですよね。パキャね、うん、かわいいんだよパキャ。かわいい、確かに。はい、じゃあ僕の好きな使者、はい、第1位はこちら雲龍荘。あ、僕もですね。あ、雲龍荘、まあこいつがね、あの使者だったっていう。そうですね、梅吉ですね、うん、梅吉の正体、雲龍荘。まあ、逆に言うとね、うん、このいつとそのあ有利以外はあんまりね、そのなんていうのかな、人間味がないというかまあね、うんうん、まあ、それはそうなんですよ、地獄の住人たちですから、はい、うん、やっぱ契約が切れたらすぐ裏切っちゃったりとかね、しますけど、まあね、うん、こいつはだってもう一生でしょ。こいつはもうそうですね、契約してるってことでしょ、うん、そういう契約ですからね、うん、で、仏島契約ってどういうことなんだろうね。もうこいつしか使わないってこと、もう言ったら常年指名ってこと、ホストのもうこいつしか、まあ、ううだって、あ、そうか、本の代わりってわけでもないのか。だすごい、死者をその助手にしてるんだもんね、うん、そうだね、ほんとこいつしかいらないってことですよね、確かに、うん、でもあの、あいつらはたまにやってるよね、あの、魔法金魔法律師、うん、トーマスとかは契約してんだよね。そうね、そうだよね、
あれは多分全員一緒のやつと契約してるってこと？金魔法律は。いや、トーマスはハエのなんか王と契約してるんだよね。他のやつは違うんじゃない？だ、肉体に下ろしてるのがその金魔法律みたいなことですね、うん、自分と合体してるみたいなのが、まあね、ハエの王も六王の一人なのかな、ベルゼボ。いやでもね、ハエ王は入ってないですよみたいなのもね、途中のその質問に答えるコーナーで書いてあったりするんですよね。じゃあもう全部書いてくださいよいやそうなん、うん、いやなんかハエ王、なんとか王、なんとか王以外の六王は誰なんですかみたいなの書いてあって、うん、でそれをなんかまあ後々みたいな、ちなみにハエ王は六王ではありませんって書いてあったような気がしますね、うん、魔王と冥王ぐらいしか多分六王出てないと。そうだよね、あその二人だけなんだ。意外と、ま、魔王なんだね魔王、魔王ね、あのちっちゃいやつですよね、はい、うん、まあまあ、まあだから全部お便りをマレッシャとかもね好きだったけどね。マレッシャ、マレッシャね、うん、やつだけ最初 のあれもワクワクしましたよね、うん、マレッシャとか、うんうん、あいつ最後も出てきたもんね、マレッシャ。そうね、うん、ああいう系もいいんですけどね、うん、うん、ハエ王宝箱とかもあるんですね最初、うん、いっぱいあるな。あとあいつ、あいつは何だったんだろうね、あのページが肉体使って呼んだやつ、ルシファー、悪魔長ですね。悪魔長、うん、あいつ悪魔長なのか。悪魔長、じゃあ魔王の下ってことだね。そうだね、そうなのか、まあでもそうか、うん、悪魔長も六王ではないってこと。違うっぽいですね違う、うん、そうか。でも悪魔の長って書いてあるけど王ではない、ね、ま、魔界とはまた違うのかな。はい、というわけでね、好きな詩やランキングはこのようになりました。気になった方、はい、ぜひ読んでみてください。お願いします。はい、お願いします。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。これはおそらく仲間の仕業だろうね。敵とはいえ、やるせませぬ。バカ王子が降らした雨がしつこいね。あの世で雨が降らんとも限らん。疲れちまったお前さんには傘がいるだろう。いや、俺の。どうも、ありがとうございました。